え、もう増えるん？早いって。あ、そこに増える？いやいや、近くに湧いてから、ちゃんと飛んできてよ、それは。あー、ジェミに残すべきか。ヘルプミーで呼べばいい。ジェミニは間違いなく強いから。ジェミニを、あれか？ジェミニをその、あの施設破壊係にすればいい。どんだけ硬いかやな。まあ、広いんやから、ある程度、赤魔将も。結構ゲージあるな。ゴレン行くか？必殺範囲じゃないもんな。ゴレン。ほいほい。そい。ワンポン。強い。こちら、リトルリップシアター。転送装置の破壊を確認しました。残り3つかな。残りはあと3つよ。シアターが攻撃を受ける前に転送装置を破壊しちゃって。了解しました。できるだけ早く破壊します。で、帰れない。ワンパンできんかな？はい。なんとかたい。隅っこ行くか。うん。気合入れたいな。気合。あ、くそ。ダメージ受ける方だるいか。いや、届くやな、どの道。届くやな。3回食らうか。よし。で、スバル、ちょっと特攻していただいて、この木箱もうまく使えた話かな。あ、なんか並べたらうまく、え、関係ある？それともこのタレット用なんかな。引っ込んだら乗せてねっていう。力かな。これ。あ、連携使ってもよかったか。あ、ちゃんと押せる、強い。欲しい。あ、連携でしたね。完全に。やったわ。で、これ邪魔やし、やっとくか。え、て、別になんか、視野、ん？何これ。シアターにゲージがある。あ、こんな守られてるんだ、今。これがゼロになったらやばいってか。え、これ攻撃されるじゃん。やっとけって。やるか。さあ、どう？うん、よかった。助かる。連携ちょっと入れたいよ。あー、こんなダメ？絶妙に届かん。ちょっともったいないか。温存しよう。こっち側に行ってもらおうかな。あ、ダイヤな。スバルと連携できん？こいつ入らん。2枚が限界か。うわ、撃破できてねえ。しゃあないか。しゃあない。トリプル来い。来い。ダメ。
あ、でも、え、もう、それは倒してよ。で、これも倒す。割と綺麗になったけど。あっちにタレットあるな。爆弾マンは、攻撃してこんのかな。木箱で押さえつけろって話やな。まあまあゲージある。そうそうそう。ちょ。は？すごい来るやん。すごい来るやん。一心不乱に。ちょ。めちゃめちゃ来る。待って。マジで。すごい来たよ。3枚いける？いけそう。くるくる。来た。これ抜いたやろ。3枚抜き。いったやろ。よし。それで。これでかいよ。これかなりでかい。すんげえ楽になった。ってこと、ディフェンス。なんか壁みたいにしといた方がいいんかな。あの木箱を活用せえって話？いや、ジェミニをかばうべきやったか。やめて。またアウチになる。くぅ。で、ああ、やめて。2体増える。あ、2体。あ、3体。増えた？お。スバル、かばっといて正解。いい。痛そうやな、これ。うん。で、あげとく。貴重な範囲攻撃やからね。スバルは使いやすい。で、こいつほっといてもいいもんな。あー、てかこっち行ってあれ壊しとくべきか。サジータを起点にしたやつが、あ、すごいこれ。これすごい。撃破三やし、そして。え、これすごい良くない？誰とでもこうできるか。でも、おそらく新次郎あたりついに来るから、行くべきか、こっち。行こう。必殺使ってもいいレベルか？当然ザコおる。あれ？気合足りてないんか？同じ配置。気合入れますか？で、必殺使える。ある程度ザコを巻き込みたい。消して。むず。2体くらいいきそうじゃない？あ、いたいた、今いったいた。これ。これ。で、カットさせてもらいますね。てか、ジェミニーとの合体も使ってみたいな。行く。頼む。これどう？行く。完封できるんじゃない？確認しました。残り2つ。で、3回。倒せ。残った。もう動く。ちょ、早いって。早い。ちょ、行き過ぎとる。思った以上に行く。なあ、ベスポジやったんに。さっきまで。
った。ジェミーニを召喚しと、いや、召喚せんでもいいのか。ここに帰ってくる。むずいな。でも、返しといた方がいいよな。しかも、ヘルプ見てなんか、この場所に帰ってくるわけじゃないよね。できれば、ここに帰ってきてほしいんやけど。ジェミニー。ジェミニー、頼む。あ、すっげえいいとこに。あ、割とベスト。3枚いけるやろ。え？は？く、爆弾を持った悪年期が、爆発した？早く、大丈夫？なんて悪年期なの？触れただけで爆発、言っといて、それ。悪年期の持っている爆弾には、絶対にスターをぶつけないよう、慎重に移動する。遅いって。くっそ。150いて、イエスさん、注意して行動します。おー、いって、本分のっと。まあ、これでしょ。ジェミニー！ OK！ 合体も使ってみたい。まあ、後々絶対使うことになるけど。うん。で、割と中心気味に置いといてもいいか。もうこっち側行ったら勝ちやん。気合入れたい。気合。うん。結局気合ゲーやからな。で、スバルがあっち行ったから、死にかけとるな。やっとくか。2回。なあ、いつもちょっと残る。で、前出しとく。うん。で、連携で寄り道しつつか。あれ、木箱乗っけてみたいんやけど。どっかある？どっかある？あったあった。うわ、めんどくさー。すーごいめんどくさい。むずい。むずい。あ、いい感じ、いい感じ。遠いな。いや、絶対そのための木箱やろ。めっちゃ意味深に置いてあるもん。過去のマップでもなんかあったんかな。ちょっとあれでまた見つけんようにな。はい、ガチが。お疲れ。ちょっと釣れたな。よし。で、あ、ボンボンおる。爆弾マンやっとくべきやな。ゲージすごいな。うん。え、これ、タイガとの最強やからか。すんげえ長くない？長さも変わるんかね。まあ。これやって、トリプル。オーバーキルやろ。よし。で、移動。なかなか効率よくいけてない？で、必殺あります。行こう。三船流剣法。てか初めて？初めてよ。ランブリングホイール。
と歯じゃ牽制感あったな。あ、なんかだいぶ直球やったけど、ちょっと遠距離系なところがやっぱ広いんなんかね。で、この角あと一箇所やんね。理科の近くのとこ遠いな。うわ、めっちゃ遠い。あと一個やんね。この辺に陣取っとく。はい。で、サジータ。いや、ほんとサジータ遅すぎてなんか使い物にならんな。いつもそう。気合だけ入れとく。次、スバルか？あー、増える。そこ。てか、すぐ増えるからさ、やめて。これ一体で済みそうやな。あー、取りこぼしたやつ。あー、かぼる。ほんのり上げていく。結構楽勝。うん。上がってこれんかったな。あ、しよしよし。じゃあ、死んでいただいて。あ、ワンチャン届くかな。まあ、遠い。多すぎる。あ、いや、やっちまった。死ぬ。おぉ、死ぬ。待って待って待って。よそ見運転。死ぬ。いや、マジ死ぬ、マジ死ぬ。ちょっと待って待って。マジで死ぬ。おぶねー、ゲームオーバーなんとかあった。で、回避、あれ、こんな範囲回復できるの？え、なんでこんな広かったっけ。あ、選べるって話か。あ、でも、え、回復強っ。じゃあ一応デコイとして、え、2体以上回復できるって強くない？で、あ、移動できるけど必殺使える、使える。あ、しかも作戦変えたからか。作戦使えたんなら行ったけど、遠い。ここだけ、この辺かな。一応火薬食。あ、やっぱ神地の広いわ。隊長やからか。いや、あの広さは強いわ。うん。で、スバルか。いや、ダイアナ必殺は攻撃系じゃないからさ。進次郎でフィニッシュかな。いやー、壊せんやろ。いやー、3ゲージじゃきつい。行こう。3分の1。いやー、もう増える。早いて。で、スバルか。スバルは、いや、これ帰ったとて、もう一回エリア移動できんからな。ここに来て、なんか、ぐだっとる。あ、やっとくか。じゃあ、リカと。パターン、チャーリー。これ面白い。パターンチャーリー面白いやん。あ、芸術家来た。この辺かな。進次郎のターン来たら勝ち。あー、サジータ届かんよな。あー、くそ、ダメだ。何も活躍しない。進次郎早く。
一応無謀というケースワンチャン届くか。あーてかあれか2回移動できんもんね。むやみに殺生するかゴレア。これかっこいいな。あんまゴレね、あったらもう一回むやみに殺生する。えい、信じろ来て信じろ。やめて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 。くっす、あ結構範囲攻撃なんやねこいつで。上がる、出てこれない、上がる、ダイヤな、耐えてまあまあ痛い。いやあれ結構やばい、まあ、半分ぐらいでなかなか嫌な場所来るね。来た、信じろ、勝ちよ。てか必殺技がなんか変わってそうな雰囲気あったからちょっと使ってみる。あんな関節じゃなかったよ。あ、てか信じろいいのか。金次郎ならば変えてしまえば、関節単体まだまだまだ、あれ、あ、なんで戻りとるやん。行こう。前から変わっとった。だろ、なんか一郎ちゃんと違ってなんか距離ずれ、あ、来ましたね、勝ちか、よしよし。空中パートとか行く。よし、敵は全部撃破した。シアターの被害も最小限に抑えられたな。うん、一発も許さんかったわ。勝てたよ僕たち。身を挺して3回ぐらい食らったか。ここ勝てたとてやよな。僕たちの力がこんなにも強くなるなんて、割と簡単なマップやっただけな気もするけど。よし、久々に、うん、ここはこれで締める感じか。で8話でラストかな。雪の中の勝利のポーズ。それじゃタイガさんを真ん中にして、ちゃんとカメラ目線でやれよ。割と最近勝利のポーズ正面向きないからな。せーの、決め、勝利のポーズ決め。真ん中の意味がわからんけどもはや写真じゃないよな、ドローン視点やん。こんな今のが勝利のポーズな、違和感あるな。え、今までなんか記念撮影っぽい感じだったよね。だいぶ変わってきたな。これなら五輪曼荼羅に頼らなくても信長に勝てる。そんな手応えだった？待っていろ、信長。貴様の思うようには絶対にさせないからな。また迫ってんじゃないの、軍勢。なんだ？頭の中に話しかけとるパターン。あ？ムービー？ついに五輪の戦士が揃ったというわけか。ついにって別に。勝てるものか。来たれ、我が第六天よ。その憎しみを解き放て。悪念召喚か。この国を。え、前から五輪の戦士は揃っとったけど。ついに揃ったかみたいな言い方したけど。
第六点なんてそった我が第六点よみたいな、なんか来た、なんか来た、なんか来た、はぁ、じゃ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 、なんなんだあれは。こんなクリスマス時期に燃えとる、どうしてさっきなんかまがまがしいやつ燃える。僕は諦めない、たとえ何があろうとも。希望の星はニューヨークにこそ輝く。次回摩天楼は桜色、さらば愛しき人よ。摩天楼にバキューン。